はい、どうも、ヨシンです。本日紹介するガチャはこちら。はい。スイーツメジェド。ね。俺といえばメジェドでしょ。ね。エジプトの神様でも、これメジェドだけがね、俺ほんと大好きで。それのいろんなパターン。ね。タピオカ。ショートケーキ。いちごチョコ大福。みたらし。チョコミント野郎。ね。普通のが良かった。普通のが良かったな。もう、いや、まあ、スイーツメジェドだからさ、スイーツじゃないとダメなんでしょうけど、うん。メジェドさんは別に普通の白で良かったな。もう特にこれちょっと気持ち悪いわ、タピオカちょっと。これも、そうだな。この中で一番、まあ、違和感のないメジェド？みたらしだな。みたらしか、いちごチョコ太郎。タピオカはちょっとつぶつぶが気持ち悪いんだよな。ね。一回400円。でね、これね、もう一つ大事な部分ね。これなんと、ソフビなんですわ。ソフビって書いてあった。ね。ということで、当たったのが、ドーン！みたらし。飽きよ。ソフビかな？ PVC じゃないの？あー、これ、あれだわ。ソフビかな？軽いわ。軽い、確かに。ここ多分、ここソフビだわ。柔らかいもん。ここソフビだ。足はね、ソフビじゃないわ。これ多分、PVC かなんかこれ、はめ込んでるんだ。これでもね、塗りは綺麗ですね。うん、目の部分とか、このお茶の部分とか、みたらし具合が。あー、これはなかなか、いいね。頭もなんかこんなになって。いいメジェドですね、これは。これちょっといいな、これ。思ったよりいいわ。思ったよりいい。こうなるとちょっと揃えたくなるよね。揃えたくなるわ。これ一回400円だけど、なかなかいい感じですわ。いい感じのメジェド様でしたね。これはよかったよかった。ね。いやー、なかなかいいソフビですわ。ね。もしね、気になる方いたらね、ぜひ買ってみてください。一回400円です。ね。はい。ということで、以上、ヨシキンでした。バイバーイ。